マティルデ、フランツィスカ・アネケ・マティルデ、フランツィスカ・アネケ1884年11月25日ウィスコンシン州、ミルウォーキーは、ドイツ人著作家、ジャーナリスト、アメリカ合衆国における、女性運動指導者の一人。マティルデ、フランツィスカ・アネケの成果23歳のマティルデ・マティルデ、フランツィスカ・フォン・アネケは、裕な鉱山経営者。 カール・ギースラーとその妻エリーザベとヒル・スビットが設けた12人の子供たちの長女として生まれた。家庭教師によって教育を受けた彼女は保守的なカトリック教徒として育てられた。同時大臣の意見では教養あり愛らしく若いうちからすでに身長180センチの堂々たる風采を持っていたという。1820年一家はブランケンシュタインに 1834年には、ハッティンゲンに引っ越した。この頃父が、鉄道会社に投資して、財産を失い、一家は、財政的問題を抱えていたが、1836年、ミュールハイム、アンデアルールのワイン賞、アルフレート・フィリップ・フェルディナント・フォン・タンブイヨが、マティルデに求婚し、彼女は、この打算的結婚を承諾した。タンブイヨは、 両親の借金を肩代わりし、ギースラー家は貴族の称号を手に入れたのである。1837年11月27日には、娘のファニーが生まれた。1837年12月マティルでは、娘と共に暴力を振るう、夫の元を去り両親の元に帰った。離婚訴訟は1838年から1841年まで続き、 妻の側に非があったとされながらも、娘の養育権と旧姓を名乗る権利を認められて、終了した。離婚したマティルでは、ミュンスターに住んだ。彼女はここで作家として活動し、アネッテ・フォンド・ロステ・ヒュルス・ホーフのサロンに属した。この時期カトリックの信仰は彼女にとって大きな慰めとなり、女性向けの祈祷書を出版している。1840年マティルデは、 個人でではなくフェルディナント・フライィヒラーと、ニコラウス・レーナウ、バイロン教、そして、アネッテ・フォンド・ロステヒュルスホフと共に詩集を出版した。その傍ら、ジャーナリストとしても活動し、ケルン新聞や、当時ドイツ語の新聞で最も有名だった、アウクスブルク一般新聞などに書いている。この新聞にはハイネも寄稿していた。民伝における民主主義者の集会で、マティルデでは、 将来の夫となるフリッツアネケトであった。フリッツはこの時ミュンスターに駐在する不評少尉で1847年に決闘拒否によってプロイセン軍を不名誉状態で追われていた。マティルデとアネケトのミュンスター時代からの共通の知人が少層の学生フリードリヒハマハアで彼は後にルール地方の経済的リーダーになった。またその妻とマティルデは 後のアメリカ時代に至っても活発な文通を交わしている。1847年6月3日、マティルデとフリッツは結婚し、ケルンに今日定めた。ケルンで彼女はすぐに共産主義的、芸術的団体の中心人物となり、そこから後にケルン労働者団体が設立された。1847年6月26日マティルデの父が死去した。 マティルデは夫を通じて政治に関係するようになった。また、カール・マルクスやフリードリヒエ・エンゲルスらと知り合い、他にも、ゲオルク・ヘルベーク、フェルディナント・ラサールなどの地遇を得た。また、ヘルベークを通じてコガ金ム指導名のメンバーとも知り合っている。姉家一家は後に、政治的シオニズムの創始者となるモーゼス・ヘストもしし、関係にあった。 フリッツ・アネケ1848年7月3日、フリッツ・アネケが捕らえられた時、マティルデはケルンでシン・ケルン新聞を創刊するところだった。シン・ケルン新聞はすぐに検閲の犠牲となったが、マティルデ・フランツィスカは婦人新聞と偽装した使命で続けたが、これもまた第3号で発行停止となった。カール・マルクスが1849年ケルンから追放されて、 新来新聞が発行を禁止された時、マルクスはその最終号で、マティルデ・フランツィスカが出版する観光物を読者に推薦している。さらに重要なこととして、マティルデ・フランツィスカは1848年7月21日に息子のフリッツを生んでいる。1848年12月23日には、夫のフリッツがベルリンの賞賛を呼び起こした法廷で無罪を、 言い渡された。1849年のプファルツとバーデンにおける帝国立憲闘争の間、フリッツ姉家はプファルツ人民軍の砲兵隊約1200人を指揮し、副官にカール・シュルツがついた。シュルツのような同時代の証言によると、特に目を見張るべき者は姉家の愛らしい細君で夫の伝令、死者としてそばにあったという。 バーデンとプファルツにおける戦いの体験について、マティルでは後に一冊の本を表している。姉家夫妻は人民軍左派に属しており、グスタフ・シュトルーフェやビルヘルム・リープ・クネヒト、フリードリヒ・エンゲルスらと近かった。姉家夫妻は彼らと共に、バーデン革命政府に短期間拘束されたが、それは優勢なプロイセンとの妥協を拒んだからで、そうすれば、元プロイセン軍将校の姉家は、 大逆罪で処刑される恐れがあった。1849年7月23日プロイセン軍がラシュタット要塞を占領した時、姉家夫妻はケルン時代の友、モーゼス・ヘスを頼ってシュトラースブルクへ行き、そこからスイスへと逃亡した。二人は多くの1848年の革命へ不可たちと共に同年10月、ルアーブルからアメリカ亡命の都に着いた。 1949年11月、姉家夫妻はニューヨークに上陸し、1850年3月にはミルウォーキーに今日定めた。ドイツの政治と文学に関する講演を行って、マティルデは生計を立て、また、アメリカとドイツのドイツ語新聞通信員にもなった。同年8月20日時難のパーシー・シェーリー姉家が生まれている。1851年マティルデ・フランチスカは、 母と二人の妹、ヨハンナ、マリーアをミルウォーキーに招き、1852年4月1日、ミルウォーキーでドイツ語の女性新聞第1号を発行した。この新聞は男女同権を目的とした求心的新聞で、この発行によってマティルではほぼ全てのドイツ語新聞から部別と嘲笑を買うことになったが、エリザベス・キャディ・スタントンとスーザン・ビー・アンソニーは彼女に注目した。 1852年秋マティルではニュージャージー州に引っ越し、1853年12月6日、ニューヨークである女性会議に初めて参加した。この時期彼女はアメリカの女権運動とも接点を持つようになっており、このニューヨークの会議で禁止やナショナリズム、強権主義、男女不平等などに対する激しい演説を行った。また、そのすぐ後から、 ドイツ語メディアで新聞記事や短い物語などを通じて反奴隷制を謳い奴隷廃止運動を支える活動を始めている。晩年のマティルで1855年12月5日には双子の姉妹ヘルタとイアラを設けたが、1858年3月6日、長男フリッツとイアラを天然痘で失った。 夫のフリッツ・アネケが家族に首都を受けさせることを拒んだためだったが、この時代の衛生事情を考えればそれは理解できないことではない。1858年3月アネケ夫妻はミルウォーキーに戻り、それからちょうど1年後、フリッツ・アネケはヨーロッパに出発した。1860年6月21日マティルでは重い肝臓病を患っていながら、夫を追ってスイスに来た。 1861年9月23日フリッツがアメリカ合衆国に戻った時二人は別れたが法的には離婚しなかったアメリカ合衆国に帰るまでの間マティルではジャーナリストとして活動しメアリーブースを支援した1865年7月または8月にマティルではミルウォーキーに戻りその4週間後に友人のセツイリアカップと共に ミルウォーキー女子協会を設立した。カップは後にバッサー大学教授となった人物でフリードリヒカップのいとこだった。この女子校では授業はすべてドイツ語で行われ、設立から18年間活動した。1865年12月マティルデの母が死亡した。1869年マティルデは、 ウィスコンシン夫人賛成協会の共同設立者の一人となったが、この協会のために彼女は何回も全国夫人賛成協会の会議に出席し、最初の副会長に選ばれた。1872年12月6日、夫のフリッツ姉家がシカゴで死亡した。マティルでは、卒中が原因で1876年7月に、 右手が麻痺し、それ以降の著述は口述引きに寄った。同年秋に長女のファニーが死亡した。八百八十年六月五日ミルウォーキーで女性会議に出席して非常に注目された演説を行ったが、これがマティルデが人前に出た最後になった。八百八十四年十一月二十五日マティルデはミルウォーキーで六十七歳で死亡したが、埋葬式では チャールズ・ヘルマン・ボッペが感動的なスピーチを行った。彼女の墓はミルウォーキー森の家墓地163番2号にある。1988年11月10日、ドイツ連邦郵便局はマティルでフランツィスカ・アネケを称えて切手を発行した。ありがとうございます。